ガリバー旅行記、ガリバー旅行記、ガリバー旅行記はアイルランドの風刺作家ジョーナ・サン・スウィーフトによりかなで執筆された風刺小説である。原版の内容が大衆の怒りを買うことを恐れた出版社により大きな改編を加えられた初版が1726年に出版され、1735年に完全な版が出版された。正式な題名は 戦意から始まり後に、複数の船の船長となったレミュエル・ガリバーによる、世界の諸壁地への旅行記4編、である。本書は出版後間もなく非常な人気を博し、それ以来現在に至るまで番を重ね続けている。イングランドの詩人ジョン・ゲイは1726年に、スウィフトに宛てた手紙の中で、内閣評議会から子供部屋に至るまで、この本は、あらゆる場所で読まれていると述べている。 医師のレミュエル・ガリバーの筆を装い、スウィフトは一連の奇妙な文化への旅行記の報告を試みた。この試みの中には、当時一般的だった旅行記の形式を模しながら、イギリス人の社会や慣習に批判的な視点を与えるために慎重に設計された異国や野蛮な文化への明白な劣像が含まれている。その数年前に公開されたばかりで世間の絶賛を博したダニエルデイによる、 空想旅行機、ロビンソン・クルーソーの方向性をガリバー旅行機は継承していた。スウィフトがイギリス人及びイギリス社会に対する批判を行った原因の一つに当時のイギリスの対アイルランド経済政策によりイギリスが富を享受する一方でアイルランドが極度の貧困にあえいでいたことが挙げられる。また、スウィフトはガリバー旅行機の出版以前にパンフレットを用いて アイルランドの民衆にイギリス製品のボイコット運動のビかカケを行っており、イギリス政府から危険視される存在であった。出版社が出版に慎重な姿勢をとった一員である。ガリバー旅行記は二十世紀では子供向けの物語とみなされることが多かった。子供向けの版では最初の二編のみが収録される傾向にあり、全編を通して読んでいない人々からは主人公が 身長6インチの小柄すぎる人々に取り巻かれるリリパット国とブレフスキ国でのレミュエル・バリバーの冒険に広く関心が持たれている。しかし、この作品がこれまでに書かれた道徳と貧困に対する風刺文学の中で最も通列な一作品である事実が見過ごされているのは皮肉な巡り合わせである。今もなお本作は全歴史を通じた偉大活。 普及の風刺文学の一つとして、これまでに書かれた最高の政治学入門書の一つとして、括弧として成立している。法における判例上の対立、数理哲学、不死の追求、男性性、動物を含めた弱者の権利等、今日の数多くの議論が本作には予見されていた。1699年5月4日から1702年4月3日。 リリパット国とブレフスキ国は、ガリバーによる空想の冒険端の第一辺に関わる国々である。両国は南インド洋にあり、約800ヤードの海峡を挟んで隣接している。両国の全国民は、常人の1、12ほどの身長しかない小人で、彼らの関心事も小さく取るに足らぬものであるが、スウィフトの時代の典型的なイギリス国民のように、道徳には公正であり、 神を恐れ、正直である。リリパット国の社会と政治体制は18世紀のイギリスを表現している。英国と同様に、トーリー党を表す、タカ,カカト党とホイッを表す、テウカカト党の二つの政党が存在する。リリパット国は二世代にわたり、隣国のブレフスキ国と交戦下にある、ブレフス諸国にフランスを表現させることで、 スウィフトは当時のイギリスとフランスの国際上の関係を示したのである。リリパット国とブレフスキ国の戦争の理由は卵の殻の正しい剥き方は大きな方から剥くか、それとも小さな方から剥くかについての意見の違いに由来する。ガリバーは小さなリリパット国民にとっては巨人であるが自分を今しめから解放しようとしたり、 ディリ,リパット国民を殺戮しようとは試みない。艦隊を受けたことで、ディリパット国を防衛する義務を感じたガリバーは、ブレフスキ国の艦隊を奪表することで戦争を解決する。まだ第二次百年戦争の開始から年数を経ていない18世紀の世界において、英国と英国海軍の役割をスウィフトは理想化していたのだと考えている者も,もいる。ディリパット国の皇帝は、 ブレフスキュ国をリリパット国の俗領にしようと目論むが、ガリバーはブレフスキュの国民を殺戮することを拒絶する。この行為と宮殿の火災を放尿で消し止めた事実が組み合わさって、リリパット国の皇帝はガリバーの目をつぶし、政府により人道的かつ慈悲深い刑罰とみなされたガシカ独殺の刑罰をガリバーに課そうと企てる。これを知ったガリバーは、 ブレフス帰国に逃れ去り、転覆したボートが浜に打ち寄せられているのを見つけて、英国に帰国する。この辺において、リリパッド国とブレフス帰国の戦争は、ヘンリーパッセの行った処刑や、追放刑により始まったイングランド国教会とカトリック教徒の異世に基づいている。卵は、カトリック最高の祝日である、復活祭のシンボルとして、 キリスト教やキリスト信仰を表している。卵の大きな方はカトリック教徒を表しており、卵の小さな方は英国国教徒を表している。サカイの原因を調笑することによって、聖書の解釈の仕方は幾通りもあることをスウィフトは示しつつ、この記述は、些細な出来事が大きな闘争に発展する状況を風刺している。 1702年6月20日から1706年6月3日。第2編では、ガリバーは、あらゆるものが巨大な巨人の王国、ブロブリンナグ国に上陸するなど、リリパット国でのガリバーの冒険とは、正反対である。他の全国民が大きい一方で、今やガリバーは小人である。ガリバーを捕まえた、身長60フィート、約18メートルの農夫は、最初はガリバーを、 サーカスの見せ物のように見せて回り、ついでブログリンナグ国の王妃に売り飛ばす。王妃はガリバーに大いに愛着を寄せ、住居として人形の家のように家具を備えた木箱を与えるなどして、ある種の愛顔動物か人形のようにではあるが、非常によく待遇する。ガリバーはおもちゃとして扱われていることに気づいておらず、リリパット国への渡航機でのように、彼自身は実際の境遇より、 はるかに重要な存在であると考えている。ガリバーが王妃の艦隊を受ける際、しばしば宮廷の女官たちがガリバーを訪問する。ガリバーを性的なおもちゃ扱いした、ブロブリンナグ国の王妃付きの女官たちがいかに不潔で、不道徳であるを繰り返す記述は、スウィフトが女性に対して抱く嫌悪感を伝えている。ブロブリンナグ国の国王も、この奇妙な生物に関心を抱き、 イギリスの社会、戦争、司法、金融制度に関わる、あらゆる事柄をガリバーから聞き出す。国王に詳細な質問を行わせることで、スウィフトは大英帝国の諸問題をあらわにし、イギリスで施行されていた政策に批判を加えている。火薬の製法を教示しようというガリバーの提案は、ブロブリンナグ国の国王を特に戦慄させ、 人類はかつて地球上に置かれた最も哀れな種族であるという資料を国王から導き出す。領地への巡行の際に一羽の足がガリバーの住む木箱をさらい取って大船原に落とし、遠洋で英国船に発見されたガリバーは祖国へ帰還する。なお、ガリバー船長からイとコシンプソンへの手紙ではブログリンラグはスペルミスでブログリンラグが正しいと記されている。 1706年8月5日から1710年4月16日、第3編を占めるラピュータ、バルニバービ、ラグナグ、グラブダブドリップ及び日本は、学級生活と科学と、その他の諸々の事柄を風刺している。ラピュータで扱われているテーマは、王立教会への痛烈な風刺と、さらにはニュートンへの皮肉であったと広く考えられている。 恐竜中のガリバーを助けた巨大な空飛ぶ島ラピュータは日本のはるか東にある島国バルニバービの首都で国王の宮廷であり、底部のアダマントに連結された巨大な天然磁石の磁力によ、磁鉄鉱の豊富なバルニバービ国の領空を自在に移動することができる。ラピュータの全市民は科学者である。住民は皆常に科学について陳視目光しているため、 いつも上の空であり、時々正気に戻りまともに道を歩いたり話したり、するために頭や目を叩く、叩き役を連れている。表向きは啓蒙的ながら、ラピュータ人の科学は学問のための学問に過ぎない。ここでスウィフトは科学における啓蒙主義運動を批判している。スウィフトは基本的に科学に反対してはいなかったが、 科学は人類に貢献すべきであるという見解に立っていた。したがって、直接に人類に貢献しない仮説的な科学知識は、スウィフトの考えでは無用の学問であり、その追求に時間や資金を浪費するべきではなかった。ラピュータという名前については、作中では、高い統率者内しは、太陽の翼という意味を持つ古い言葉が崩れて、ラピュータになったのはないかとガリバーが考察を、 めぐらせているが、ラプータはスペイン語でバイシュンフを意味する言葉である。また、この意味で考えれば、ラプータの女性が地上の国から来た男たちを好み、フラッパーがいなければ、夫の目の前で不倫に及ぶかもしれないという記述との整合性があり、スウィフトはスペイン語を流暢に使っていたことらこの意味を知っていた可能性は高い。地上のバルニバービは本来豊かな国であったが、 天井の首都ラピュータに搾取される存在であり、その住民には正紀がなく最大の都市であるラガードは荒れ果てている。バルニバービ各地では領主貴族や農民がたびたび反乱を起こすが、そのたびに国王はラピュータを反乱地の上空に急行させ、太陽や雨を遮り、罰としてその農業を破滅させ、飢餓と病を与える。都市で起こる反乱はラピュータが 上空から投石し、さらに街ごと押しつぶして鎮圧する。これらの下りは、ロンドンに搾取されるアイルランドを、また、当時実際にアイルランドで起こった反乱を移しているとされる。また、バルニバービには、ラピュータに上京して、ラピュータ式科学に完全に被れて帰郷した者が、多数おり、せっかくの肥沃な田園地帯をさらちにし、伝統的な農法をやめて、 ラピュータで開発された実験的な、全く実用的とは思われない農法を実現すべく、励んでいるため、国土は荒廃したままである。ガリバーは、ラグナグと日本を経由して、イギリスに戻ろうとするが船便がなく、その間近くの小島グラブダブドリップへ旅し、魔法使いの種族と遭遇する。グラブダブドリップ人の高齢術により、ガリバーは、歴史上の偉人を呼び出すことができ、 その結果彼らがいかに堕落した不快な人物であったかを知ることになる。修正された歴史の下りでは、幾世代間もの人間性の堕落がいかに根強いものであるかをスウィフトは読者に示そうと試みる。高貴な時代からの対価という形で人類の進歩を示すことにより、現在の人類は堕落しているが、 かつては、その堕落も甚だしくはなく、まだ救済することが可能であったと、スウィフトは言いたかったのかもしれない。大きな島国である、ラグナグ王国についたガリバーは、不死人間ストラルドブラグの噂を聞かされ、最初は、自分がストラルドブラグであったならいかに輝かしい、人生を送れるであろうかと無双す。しかし、ストラルドブラグは、不死ではあるが不老ではないため、老衰から逃れることはできず、 いずれ体も目も耳も衰え集中力も記憶力もなくなり日々の不自由に愚痴を延々こぼし、年を取った結果積み重なった無駄に強大な自尊心で周囲を見下す低俗極まりない人間になっていく。80歳で法的に死者とされてしまい、以後どこまでも追いさらばいたまま世間から厄介者扱い、さている悲惨な境外を知らされて、むしろ死とは人間に与えられた救済なのだと考えるようになる。 1709年5月21日、ラグナグを出港して、日本の東端の港、ザモスキにつき、江戸で、日本の皇帝に配列を許されたガリバーは、オランダ人に課せられる、踏み絵の儀式を免除してほしいとの申し出し、踏み絵を躊躇する、オランダ人など初めて見たと懸念な顔をされるもラグナグ、王の新書などの効果で何とか了解される。ガリバーは、南画作、南下作、 長崎まで護送され6月9日オランダ戦で出港しイギリスに帰国する。1710年9月7日から1715年12月5日。最終編であるフーイヌム国と後期は平和で非常に合理的な社会を持つ後期かつ知的な馬の種族に関して述べた物語である。馬の姿をした種族、フーイヌムは戦争や疫病や大きな悲観を持たず、 エリート主義的かつ官僚的で創造性に欠けた厳密な種族的カースト制度を保持している。この制度は和法や風習、外見においてイギリスの貴族性を風刺している。フーイヌムは彼らを悩ませているヤフーと呼ばれる邪悪で汚らしい毛深い生物と対比される。ヤフーはブロブディンナグ国でのサイズの拡大と同様に人類を否定的に歪曲した。 野蛮な種族であり、ヤフーの中には退化した人間性がある。ヤフーは、名店性のある植物の根によるアルコール中毒に似た習慣を持っており、絶え間なく争い、無益な輝く石を、説に求めている。ガリバーと友人の冬犬は、人間とヤフーについての記録を比較し、二匹のヤフーが、輝く石をめぐって争っている暇に三匹目が石を、奪い取りというヤフーの行為と、 訴訟や特に理由もないのに同種族で争い合うヤフーの習性と戦争のような二種族の類似性を発見する。ガリバーが自国の人間の文明や社会について戦争や貧富の差も含めて語った友人の封印の無からはヤフーはまだ武器や貨幣を作るような知恵がないから争いは小規模で済むがお前たちのように知恵をつけたらより生産な事態を招くのだろうなと 苦々しげに漂れた。ガリバーの国における馬が、貝馬はもちろん野生のものまで荒々しくも誇り高く、ヤフーのように創矢で癒しい存在ではないことも、決定打となった。ヤフーは毛深い体と針詰めにより、人間と肉体的に異なっているが、メスのヤフーに成功を挑みかかられた後に、ガリバーは、自分は、ヤフーであると信じるようになる。それ以来、 ガリバーはフーイヌムであることを絶望するようになった。しかしながら、ガリバーがフーイヌムたちの議会において、知恵や理性はあるが結局は、ヤフーと同一の存在と判決を受け、常日頃からフーイヌムたちがヤフーを外獣として、淘汰していく方針を進めていたため、処刑されるか、フーイヌム国を出ていくよう言い渡され、ガリバーは打ちのめされながらも、友人のフーイヌムにし、わけなさそうに見送られ、 国を旅立った。故国に帰り着いた後も、ガリバーは、自分のできる限り人間性。彼からすれば、人間や風雨であるから遠ざかろうと考え、自分の妻よりも、旧社の周期を好んだ。封印の無ムから習った言語で旧社の馬たちと会話を、している時だけ心が落ち着いたという。ガリバーがイギリスへ帰還する契機となった、ポルトガル人によるガリバーの救出はしばしば見過ごされる。 ガリバーを乗船させたポルトガル人の船長ペドロデメンデスは物語前編を通じた最も高貴な人間の例と言える。メンデスはガリバーを助け出し船の中に自室を用意してやり自分が持っていた最高級の着物を与えリスボンに帰国した後はガリバーを自宅に客として滞在させた。スウィフトがいつ ガリバー旅行記の執筆に着手したかの詳細は不明で、あるが、複数の資料は早くも1713年に、スウィフトが、ジョン・ A ・アレグサンダー・ポープ、ジョン・アーバス・ノット他の文史と共に、当時の文学の人気ジャンルを風刺する目的のサークル、スクリブリラス・クラブを組織したことを伝えている。スウィフトには、クラブの架空の代表であるマルティナス・スクリブリラスの電気の執筆が任されていた。 スウィフトの書簡によれば作品本体は第1編と第2編のテーマに基づく部分が1720年に書き上げられ次に第4編が1723年に第3編が1724年に書き上げられたことが分かっている。しかしスウィフトが1724年のドレーピア書簡を執筆している期間にも過失は行われていた。 1725年8月には本書は完成していた。ガリバー旅行記が露骨な反保育等風刺作品であったことから、彼の多数のアイルランドに関する政治的パンフレットのように書が告発された際に、筆跡が証拠として用いられるのを避けるべく、スウィフトは原稿を筆写させたと思われる。1726年3月にスウィフトは本書を出版するためにロンドンへき、 原稿は秘密裏に出版業者、ベンジャミン・モッドに手渡され、迅速な出版と発売禁止を避ける目的で5箇所の印刷書が使用された。モッドは本書がベストセラーとなることを確信していたが、告発を恐れて、リリパッドの宮廷論争やラピュータの俗領リンダリーノの反乱等の極めて過激な部分に対しては削除、あるいは改ざんを行い、第4編には、 アンジョ王に対する用語意見を書き加えた。ミカンからなる初版は1726年10月26日に出版され8シリング6ペンスの値が付けられた。本書は発売されるや、いなや、大きな評判を呼び起こし、1週間で初版が売り切れた。もっとは、匿名でガリバー旅行記を出版した後に、その人気を当て込んで、次の数年に多数の続編。 リリパッド宮廷の記録やパロディ、リリパッド助上歌2編、ガリバー船長が、ブロディンナグ宮廷を顔色なからしめた、最初の有名火力機関や、解説書、ガリバー物語の解読、ガリバー船長の世界の諸壁地への旅行の完結な、ようやく、2冊目の書籍は1705年に、スウィフトの、オケ物語の解説書を執筆した、エドマンド・カールによるを出版した。 これらのほとんどは匿名あるいは偽名で出版され、たちまちのうちに忘れ去られた。スウィフトはこれらの書籍のいずれとも全く関わっておらず、1735年のフォークナーによる版で、それらとの関係をはっきりと否定した。しかしながら、スウィフトの友人アレグザンダー・ポープは5編のガリバー、旅行記に関する因文を書いており、スウィフトはこの詩を、 本書の第二版に収録するほどに深く気に入っていた。ただし、これらの詩は今日の多くの版には含まれていない。1735年、アイルランドの出版業者、ジョージ・フォークナーにより、三分冊の形で今日の完全なガリバー旅行記が出版された。フォークナーが読者への広告で明かすところによれば、オリジナルを破壊し尽くしたモットによる改ざんを、 加えられていない原稿の再出版を望む著者の友人、スウィフトの友人、チャールズ・フォードと考えられているから、フォークナーはモットによる改ざんが行われた部分に注釈が施された書籍を入手したのだという。スウィフトは印刷の前に少なくとも一回、フォークナーによる版を確認したと考えられているが、これを裏付ける証拠は存在しない。以下で議論されるわずかな例外を除いて、一般に、 この版がガリバー旅行記の初版であるとみなされている。フォークナーによる版にはモットによるオリジナルテキストの改ざんを非難するガリバー船長からいとこシンプソンへの手紙の節がスウィフトによって過失されている。スウィフトはこの節でモットによる改ざんを私の全く預かり知らぬところと主張しモットによる改ざんをフォークナー版出版までの数年間に現れた解説書や 中象文書やパロディや非公式の第二部や続化編と並べて拒否している。この手紙は現在の標準的なテキストの多数に含まれている。第三編にある空飛ぶ島ラピュータに対する地上の都市リンダリーノの反乱に関する五段落文の短いエピソードはスイフトが誇りとしていたドレーピア所管事件を露骨にほのめかしたグーワータ。リンダリーノは ダブリンの暗誘であり、ラピュータからの課税は、イギリス政府による、ウィリアムウッドによる、低品質な銅貨の強制の暗誘であった。不明確な理由から、フォークナーはこの節を削除した。反イギリス的な風刺作品が、アイルランド系出版社から上司されることへの、政治的な懸念からか、フォークナーの使用していたテキストが、上の部を含んでいなかったためのいずれかであると、考えられている。 この部分はようやく1899年にスウィフト全集の審判に収録された。このために現在のガリバー旅行記の版は1899年の追加部分を含めてフォークナーの版に準拠している。ザ・アナトイテッド・ガーリバーにおいてアイザック・アシモフはリンダリーノの名に2つのリンが含まれており、ダブルリンズ、すなわちダブリンに由来することを指摘しいる。 複数の時代を通じて、ガリバー旅行機は映画やテレビでの解作がなされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。